今日、鳥取県の平井知事や米子市の湯西市長、境港市の伊達市長が中国電力の北野副社長などに安全対策についての意見を提出しました。この中では能登半島地震を踏まえ、地震や津波対策について最新の知見によって見直すべき場合は速やかに対処すること、長期間停止していたことを受け人員体制・人材育成の強化など10項目を挙げ、文書での回答を求めています。立地と同じ安全性の確認を求める、そういう協議のお気持ちなどを大切にしていただいて、今後も再稼働以後も含めてご対応を真摯にいただく必要があるだろうと思っています。鳥取県などは明日原子力規制庁にも安全対策についての申し入れを行う予定です。